イバン・ロドリゲスは最多の13度ゴールドグラブ賞を受賞した。ローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手をナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。 自分のチームの選手に投票できない。初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。イバン・ロドリゲスは、保守として最多の13度受賞。ロドリゲスは両リーグでプレーしていたが、受賞したのはアメリカンリーグのテキサス・レンジャーズとデトロイト・タイガース在籍時に受賞している。 時点で、シンシナティレッツで、全キャリアを過ごした、ジョニー・ベンチが、ナショナルリーグ記録の10度受賞を果たしている。1968年から1977年に、連続で受賞している。アメリカ野球伝導表彰者では、カールトン・フィスク、ベンチ、ジョートーリ、ゲイリー・カーター、ロドリゲスの5名が受賞している。ベンジー・モリーナとヤディアモリーナは、初の兄弟での受賞となった。 JT リアルミュートは2019年に保守のゴールドグラブ賞受賞者として最多の視察1 9 8を記録。アメリカンリーグでは同じく2019年にロベルト・ペレスが視察1 8 2を記録している。補殺記録はカーターの108が最多。アメリカンリーグではジム・サンドバーグの103が最多となっている。チャールズ・ジョンソン、マイク・マシーニー、サルバドール・ペレス。 ロベルトペレス、タッカー・バーンハートは、失策例と守備率1.000を記録している。保守の記録では、ジョニー・ベンチとロベルトペレスが、パスボール例を記録。トールイソシ率は2020年のペレスの71%が、最高。マット・ウィータース・ジョー・マウア・ジェイソン・バリテックやディアー、モリーナ・ラッセル・マーティンブラッドを押すます。ありがとうございます。